写真拡大。選抜高校野球大会の出場校による甲子園練習が18日に始まり、前回大会準優勝の智弁和歌山など5校が汗を流した。母校の指揮官として聖地に戻ってきた。出場校のトップを切って登場した智弁和歌山の中谷仁監督39、自らノックバットを握り、選手の動きは良かった、甲子園だからかなと目を細めた。智弁和歌山の主将として1997年夏に全国制覇、98年ドラフト1位で阪神に入団した。阪神時代は鳴尾浜二君の方が多かったと苦笑いしながらも、新たな立場で甲子園の土を踏み、改めて最高の球場だと思いますと気を引き締めた。昨年夏に勇退した。立ち上がれば日程が詰まってくるので勢いが出ると思う、全てをプラスに考えたい、監督としての新たな挑戦が始まる。丸山和郎。